弁慶草科の属の一つ。小型の多肉植物で約10種が報告されている。アフリカ北西部の沖に位置するカナリア諸島とサルベージ島の固有種である。モナンテス属は全種がカナリア諸島とサルベージ島にのみ分布するが、島ごとに存在する種に大きく、偏りが見られる。分布の中心はテネリフェイ島であり、7種がこの島に分布し、 うち M アナジェンシスと M ミニマの2種がこの島のみの固有種として報告されている。東方のフェルテベントラ島とランサローテ島は M ラキシフローラのみが分布する。エルイエロ島には M ムーロリスのみの分布が報告されている。M ローイはサルベージ島に存在する唯一の種である。M ラキシフローラは最も広く分布する種であり、東側の5つの島に分布する。 西側の5つの島のうち、M パリフラは4つの島に分布するが、M ブラッケホローズ、エムイクテリカ、M ムーロリスと、M パランズは2島にのみ分布している。さらに、M ブラッケホローズ、M ラキシフローラ、M ムーロリス、M パランズ、M パリフラは分布地域ごとに、形態的な違いがあることが報告されている。岩のくぼみや、湿り気のある崖の斜面に張り付くように生える。 種によっては、ランナーや即死によって広がり、マット状に地面を覆う。乾燥によく耐えるが、原産地が一年を通じて、気温の変化が少ないため耐寒性、耐処性に欠け、四季の変化が激しい日本での栽培を難しくしている。ほとんどの種が多年層で、M. イクテリカのみが一年層であるが、M. イクテリカは、遺伝的に他の種から大きく離れていることが、明らかになっている。 センパービベム族、グリーンビア族、アイクライソン族、およびイーニアム族と近縁であり、花の形状に共通点がある。近年は DNA のクラスター分析による分類が進んでいるが、過去の文献に登場した種がなくなったり、新種が発見されたりといまだに分類には流動性がある。日本での流通は少なく、情報も少ないために故障に混乱が見られることもある。 日本国外のサイトでも写真と種名が一致しないことがよくある。M ミニマにはアダノスケップスと呼ばれる特徴の異なるアシュの存在が報告されている。また、M パリフラにはアミドローズと呼ばれるアシュが存在し、分布する島が異なる。M ブラッケコローズと M ブラッケコロンは論文レベルでも故障が分かれており、両方の表現が使われている。一般的な多肉植物同様。 栽培には排水の良い土壌を必要とする。乾燥に C が体感性、対処性に欠ける。特に日本の高温多湿な夏には注意が必要で、遮光や通風に気を使わないと一瞬で逃げてしまい、全滅することがある。そのため、夏季には断水して休眠状態で日陰に置く方が無難である。冬は摂氏10度程度までは耐えるとされるが、 それ以下では過温する必要がある。春秋の適温期には旺盛に生育する。この時期には水を必要とする。多くのランナーを発生させる種は増殖が比較的容易である。繁殖はランナーを植え付けるか、挿し木による。未生栽培もできるが、種子は極めて微細であり、取り扱いが難しい。ありがとうございます。